まあそ今までのえと直接人と人があってあの関係性を持つっていうのはまあそういう社会性を持ってあの生きるには必ず必要なことだからまあ今までずっとあったわけなんですけどうそうです、ね、とりあえずそのソーシャルに関してはまあその今一番新しくあの起こってるうんまあ文化だと思うんでそのコミュニケーションの変化の 仕方っていうのが、ま、自分でもねよく分からなくてそれがどういう意味合いがあるのかっていうのはただうん自分っていう人間っていうのがあの、まあ、個性がそれぞれあるとしてうんあるんですけどもそれっていうのは結局あの周りの人間によって、えー、作られるものだからうん,なんかねあんまり僕はねその自分らしさとかね そういういものを、ね、強調されるのはすごい苦手なんですけど、まあ、その周りの環境を、うん、どういうふうにするのか、うん、どういう人間人とこう出会いたいのかっていうのを、うん、自分が選択していくってことがその自分の、えー、っと自分らしさにつながっていく、うん、結果的にはそういうふうになるのかなとは思うんですけどあの、まあ、でも言ってしまえば。 今ど,どんな瞬間でも,も二度とその瞬間に戻ることはできないわけだからまあずーっと今はこの瞬間っていうのは今しかないから、まあ、すごいありがちな言い回しになってしまうとその瞬間をね一生懸命にねやるっていうのが当然と思ってずっとやってきてるのでうん。 今までの人生が全てそういう一期一会っていうものの連続だって言うんであればだから僕は今まで退屈って思ったことはなくて別にねどんなたわいのない瞬間でもねそれがすごくね実は僕はね楽しくてですねうんだからおそらく他のあの、まあ、自分以外の人にとってはうんなんかね無駄な瞬間とかねそういうふうに思われるのかもしれないんですけど 僕はそういうしょうもないことがね、すごくね楽しいんですよ。だからね、今日ここに来る時もね、担当さんがね、あの <laughs> 全く真逆の方向にね、あの道を勘違いして行ってて、でね、それはそれでね、あのまあちょっと迷惑をかけたかもしれないんですけど、すごくね楽しかったんですよね。うん、それをただあの書いてるだけ、うん、なるべくそれをね。 あの漫画は結局でも商業物ですからあのなるべくの人が面白いと思えるようにう書くっていうのが僕の役割だと思ってるんで実はですね僕はあまり人に話せるほど、ね、音楽を聞いてないので、ねあのね、こたまにこう音楽好きなんですよねっていう前提で聞かれると非常に恐縮してしまうんですけれど。 あの僕はねあの曲を作るのが好きなんですよ。で漫画を描くのも曲を作るのも基本的には同じことなんじゃないかなっていう風な話になってあの、まあ、どういうふうにこう人を引きつけるものを作るかっていうのはなんかこう基本的な構造はね多分一緒なんじゃないかなっていうのがあって。 本当にね単純にね例えば、えー、と音楽っていうのが大体3分とか4分とかあったとしてそれを漫画の1話っていうものに置き換えるとあの最初の、ま、ちょっと漫画の話になっちゃいますけど漫画は最初の3ページとか5ページぐらいに最初引きがあって全体の8割ぐらいのとこに山場を持ってきて最終的に回収するっていうそういうプロセスがあってそれは多分音楽の1曲の流れにも 多分共通していてい例えばそういう漫画短編みたいなのがあった時にそれを一冊の短編集にした時の,その全体の話の流れとかどういう話を何話目に持ってくるかみたいなっていうのはおそらくアルバムを作る時の感覚と多分一緒なんだろうと思ってて音楽はもちろん普通に聴いてる受け手としてはもう非常に一般的な受け手だとは思うんですけど作る側 うんっていう立場からするとなんかねこれを言うとなんか非常にね失礼なね感じになっちゃいますけどうんおそらくミュージシャンの人と同じような気分で作ってるしものを作るのが好きだからそれはみんな作るうん作ってる人たちっていうのはそういうのは共通して持ってるものだと思うんでうんちょっとそんな感じになっちゃうんですけど僕は、は。い もともと持ってた自分の昔の感覚っていうのを、うん、曲げないでやってますか、まあ、僕は本当に漫画の話しかできないんですけどあの非常に漫画の内容っていうのがね読者に対して甘くなってるっていう心配があって、うん、ちょっとね親切すぎるんじゃないかなって思ってる嫌いがあるんですよね。でそそれれれをねも、うん、もちろんんが、ね、悪いいとは思わないんだけれども やっぱり、ね、バランスを取るためのね悪者っていうかね悪役っていうのがこう必要じゃないかと思っててだから僕はね本当はね誰にも嫌われたくないんですけどそういううん悪役っていうかねそういうのをねやりたいと思ってるんですよねうんはい。